明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。1月3日ですね、はい、新年の抱負なんかないんですか。いや今年はどっか大会見つけて出場しようかなと思ってます。どの大会かまで決まってないっていうのがネックですね。今たくさんあるから逆に迷いますね。大会が決まったらその何ですかね、予定が立てやすくなるからですね、減量とかそうですね、まず決めないといけないですね。もう各団体いつやるか発表し始めましたからね。ああそうですね、なんかぼちぼち出てるって聞きました。本当コロナもねいろいろ大変だけど、そうですね、まあ、今年は出る人は確実に増えますよね。そうですね、去年どこも少なかったって言ってましたもんね、うん、大会があればですね。まあ逆に今コロナで飲みに行かないから筋トレやる人多いっていう話もありますもんね。ああそうですね。飲むんですかお酒は。僕お酒飲めないんですよ。あ意外ですね、はい、お付き合いの時も飲まないんですか。そうですね、もうどんぐらいか年に本当にもう 4,5 回とか月1回も飲まないですね。あいいですよね、まあ、筋肉作るためにはアルコールはねプラスではないからですね、はい、意外ですね見かけ倒しなんです。いや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 。アルコールはもう全然。まあ酒を飲む人が悪い人じゃないですけどね。まあでもまあイメージ的にはねちょっと違いますね。もう昔だから昔、まあ、福岡ですからね、九州の男はね酒ぐらい飲まんといかんっていう空気だったんですけどね。今時代が変わりましたもんね。かなり高齢ですね。あもう最後仕上げなんで。回数数えてたんですよね。15回ぐらいまでとりあえずやって、あとちょっともう限界までみたいな。最後は攻略して追い込むって感じなんですか。はい、まあ、リラックスはいいですもんね。リラックスいいですよね。今パンクしてますよね。そうですね、下の方が張ってるから。ラスプレッツ、ああいいですいいです、いいと思いますよ。こう上から撮ったらねでかく見えるんですけど、で下から撮ったりしていろいろ角度変えて、あちょっとでも前にきついかなって感じがしますね。ダブルバイセプスバック、もうちょっと倒したらいいですよ、こっち。そうそうそう、倒した方がいいですね。背中の広がりとかですね、部分的にはいいですけどね。僧帽筋なんかも今パンプしてますね。じゃあフロントって感じ。マスキラはできるんですか。オッケー、あ、つきましたじゃあダブルバイセプスどうですか。前ですね。そうそう、あ、フロントは。フロントは前ですね。OK、ダウンですね。今体重どんなに何キロなんですか。今、89とかですね。一番増えた時なんですか。そうですね、一番増えた時は90とか91なんですけど、でも、ちょっと気に抜くと少し落ちちゃいます。あ、逆にね。じゃあ、サイドチェストはどうですか。サイドチェストが一番いいでしょうかね。うん、いいじゃないですか。まあ、この辺りいいですよね、形が、格好が。足もいいですね。OK。サイドバイセプスはどうですか。セントラルアップスが難しいですもんね。ちょっとお腹引っ込めたりしたらいいですね。こんな感じで。OK。ダウンですね。じゃあ、ラッツプレットフロント。で最初の最後マスキュラで絞りましょう。こんな感じですね。OK。まあ、足は2回ということで。トレーニングできてるんですか。あ、そうですね。調子はいいですか。結構いいですね。しっかり。2021年は記念すべき年になるんですかね。そうですね。大会デビューと。久しぶり戦うんじゃないですか。そうですね、もう自分との戦いなんです。まあ、でも人から評価されることはあんまりないですからね、はい、競技ですからね。そうですね、久しぶりの競技じゃないですか。今おいくつだったんですかね。今年33です。33の青春ですねこれからしばらく楽しめそうですよね。そうですね、多分今が一番なんていうんですかね、現役の時よりもこう体がでかいんで。まあそりゃそうですよね。ピークなんで。そりゃそうですよね。楽しいですね、やってて。うん、運動やってた方は筋トレやると現役の時この体欲しかったって感じで言われますね。ああそうですね。でも今の現役の頃は結構手に入れてる子いますもんね、きちっとね。
もうなんか時代は変わったって感じでしょうけどね。まあ筋肉質だからですね、今からやってどれぐらいになるかですね。まだまだ発達する、インプルーブとしていく。そうですね、良くなるのが楽しいですよね、はい、もっと大きくして。そうですね、絞って、まあ向いてる方、向いてる方ですからね。そういう人とかどれぐらいやれるかっていうことですね。自分でもマッチョってこと分かってるでしょうかね。さあ大会モードにですね。そうですね、もう体が良くなればこの動画が回るから、はい、まあぜひ頑張ってください。ありがとうございます。どうも。